よし、キャンセル。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。本日はですね、キャンセル、あれ、はい、皆さんこんばんは。本日、ツイキャス放送はですね、福島県より、石鹸男宮城正明がボギーさん、8時から福島県のレポートしたいと思います。ちょっと、様子がおかしいな。ちょっと一度、直津さんありがとうございます。直津さんこんばんは。こんばんは。福島県より中継しております。画像変更、はい、改めましてこんばんは。はい、カルガモさんこんばんは。泥酔ミミズさんこんばんは。流れ、いや、これはですね、7月、30日、日曜日、ボギーチャンネルは、福島県より、8時からですね、石鹸男宮城正明が、本日行われました福島県相馬の、野馬追祭りですね、それを、レポートしたいと思います。これですね、まず写真いくつかありますけれども、福島県にはですね、はい、皆さん改めまして、こんばんは。石鹸男の宮城が、福島県のレポートします。今日行われました、相馬野馬追の、見学に行きましたので、その写真をですね、たくさん撮ってきましたので、皆さんに見せたいなと思っています。こんな感じですね。まずですね、相馬、こういう感じですね、皆さん馬に乗ってですね、道を歩いていきます。はい、さくらさんこんばんは。写真たくさん撮ったのでですね、まずですね、この女の子も、女性の方もたくさん乗っていました。猫パパさん、こんばんは。台風、そうか、台風、全国的には台風なんだね。はい、皆さんこんばんは。猫パパさんこんばんは。こういう感じでですね、皆さん、行列というのがあってですね、はい、こんな感じです。小さい、少年、中学生、高校生かな、中学生、高校生もですね、この上り旗を持ってですね、上りの旗を持って、行列に参加していました。皆さん、これがですね、ずっと30分ぐらい続いたな。先頭、南相馬のこの伝統行事、相馬の馬追いですね。はい、先頭はですね、警察と、消防の車両がですね、先頭を通っていってアナウンスするんですね、相馬の馬追いの行列度。それその後をまた、馬に乗った方たちがですね、甲冑をつけた、方たちが、侍たちが馬に乗って、こう一応歩いて式場へ、大会会場へですね、向かっていきます。皆さんですね、かっこいいかっこいいと、話していました。かっこよかったですね。女性の方もいました。子供もいましたね。こういう感じで、出ています。女の子の、
女の子もいますね。これがですね、もう1時間ぐらい続いたな、結構続いたね。写真を撮るときには、この道の通行の邪魔にならないように、端っこから写真撮っていました。写真を撮る方はたくさんいましたね。地元の方たち、かっこいいかっこいいと小さい子供たちなんか、目を輝かせて、見ていました。とっとっと、ここですね。これは最後尾かな、後ろの方ですね。はい、これが最後尾です。女性の、騎馬隊というのもいましたね。少ないんですけれども、女性の騎馬隊もいました。これがですね、最後尾、先頭から最後尾まで1時間ぐらい続いたな。ご神体、こういう感じでずっと続く感じでしたね。騎馬隊も500人ぐらい馬に乗ってるのもいました。かなり多かったですよ。はい、こういう感じですね。みこしを担いで、中学生かな、高校生30人ぐらいで、1トンを超えるみこしを担いで、歩いていました。みんなこう頑張っていましたね。行列でですね、一番気になるのが彼ですね。この右下のこの少年、高校生かな、中学生かな、見てください。彼がね、一番印象的でしたね。この一番大きな登りを持った、登り旗を持ってですね、彼が歩いていました。歯食いしばってますね。こういう感じですね。この彼は 歯を食いしばってですね、この大きな旗を持って歩いていたので、いやー、もう結構ね、雨降ってたので、南相馬も台風の影響で雨降っていたので、風も強かったですね。それは、傾かないように、みんなロープで支えながら、バランス取りながら彼が歩いてるのを見ました。いやー、もう一度女性の方、笑顔が素敵ですね。女性の騎馬隊、これが、午前中これが終わりますとですね、そうすると、今度相馬の迷い会場というのを行くんですよ。チケット、観覧チケットが1000円。お茶ありがとうございます。アリストテレスさん、ありがとうございます。観覧チケット1000円なんですね。入場料1000円払いまして、中に入ると思う、たくさん人いましたね。会場はですね、人いっぱいでした。3000人4000人ぐらいいたかな、5000人ぐらいいたような気がするな。そうすると、そこはなんか、トラック競馬場になっているような感じですね。まずこの騎馬隊がですね、スタート地点に、集合しまして、ぐるぐる回るんですね。いきなりスタートの合図っていうのはないんですよ。いきなりこうみんなでタイミングを合わせて、いきなり走り出すスタート。それでね、こうバーンと、いきなり走り出しますね。スタートの合図は皆さんのタイミングという感じですね。この馬もですね、こういう感じでバーンと走っていきます。これがね、近くで見るとかなり
迫力ありますね。馬大きいんだね。2メートルぐらいあるな。闘牛は見に行った、何度も見に行くんだけどね、馬の競馬っていうのは初めて見るので、かなりね、迫力あって良かったですね。もっと近くで撮りたかったけどね。見てください。もう甲冑競馬っていうのが始まるんです。これが10レースぐらいあったな。落馬する方もいました。落馬してね、馬だけ走ってるっていうのもいましたね。これはね、ゴール直前だね。ゴール直前、後方確認して勝利を確信する、方ですね。ああ、かっこよかったな。そして、ゴールが決まったらまたですね、みんな、審判席へ登りまして、審判席へ移ってこの順位の報告するんですね。そうすると、また一気に駆け上がって、みんなにこの、勝利の報告アピールするという感じですね。尻尾カバーもありましたよ。尻尾カバーはね、どこにあるかな。尻尾カバー、はい、こういう感じで尻尾もカバーかけるんだね。蹄が走ってる途中で蹄が飛んで、20メートルぐらい上がってるっていうのもありましたね。蹄の馬蹄かな、馬蹄が飛んでね、これ落ちていくっていうのもありましたね。あ、かっこいいな。こういう感じで、小さい子供たち、興奮、手を叩いて興奮、エキサイトしていました。自分もね、馬乗ったことあるんだけどね、すぐ近く、もう10分15分ぐらいしか乗ったことがないので、馬乗ってる人たち、かっこいいなと思います。サムライですね。こういう感じです。10レースぐらいあったな。その、甲冑競馬が終わった後にですね、今度は、新規争奪戦というのがありまして、この審判の台のところからですね、大砲で空中にバーンとね、こう打ち上げるんだね、この何かを。そうすると空中でこう花火が打ち上がって、花火にですね、この新規が、落ちてくるんですよ。見えるかな、この画像では。画像で見えるかな。これがですね、落ちてくるんですね。赤い新規と青の新規が落ちてきます。これをですね、こう落ちてくるのをですね、200メートルぐらい上から落ちてくるのをまた、みんなでこう落ちる前にこう拾うという感じで、こうそうすると、とっても名誉なことだということで、みんなから名誉を称えられるという感じですね。そう、取った方はですね、こう勇ましくこう駆け上がってこう、ご新規、取りましたと、報告をして、また駆け上がっていくんだね。これもね、20本ぐらいやったな。女性の方もいましたね。女性の騎馬隊もかっこよかったな。もっと近くで取ればよかったな。やってる途中でですね、こう落馬してから、馬だけ走ってるっていうのも
いましたね。それをまたみんなで追いかけて、戻すっていう感じでした。話に聞くとですね、もう子供の頃がずっとやっていた、震災の時に一度か何度か、一度ぐらい中止になってたっていう話も、やったのかな、どうかな、分からんけど、震災の時もやったかどうか聞けばよかったね。もう一度こういう感じでバシーンとこう大砲がですね、大砲が打ち上がってですよ、でまたみんなで拾いに行くという感じですね。どれかな、これだ、これだ、よし、あ、画像の変更、ちょっと喋れない、馬に乗った方たちみんな、1500人以上いたような気がするな。皆さんね、こう甲冑をつけて、侍のなな侍になってですね、引き締まった表情でみんなかっこよかったですね。自分もいつかチャンスがあれば自分も、馬乗れ、地元の人じゃないので自分は乗れないな、馬の維持費は大変そうだな、知ってる人に馬乗ってる人もいないしな。はい、こんな感じですね。これが大将かな、馬に乗ってる方が大将で、大将もですね、みんな、注目浴びていました。相場の野間売り、あー、ププンさん、コインありがとうございます。あ、コインありがとうございます。こういう感じですね、写真たくさん撮りました。本当はビデオもたくさんあるんですけれどもね、ビデオもね、この競馬のビデオをたくさん撮ったんだけど、ビデオはちょっとできないので、写真だけでお送りします。これかな、落馬してね、血だらけに なってる人もいましたね。大丈夫ですかって聞いたら、まあ、ちょっと顔、鼻のあたりが、切れてるだけでした、で、まあ、大事に至らず、とりあえず、大丈夫ですよって、話してました。落馬する方もいましたよ。あ、それぐらい激しかったね、接触して落ちる方もいました。行列の時ですね、行列の時馬がですねマンホールで、滑ってですね転倒する方もいました。これが一番驚いたな。ああ、そうそう、ふんふんふん、マンホールで滑って、馬が転倒してました。ああ、それでね驚いて、驚きましたね。馬もね、オートバイみたいにマンホールで滑って転倒するんだね。あ、それで、その地域はですねマンホール、ゴムのカバーかけられていたような気がする。歩いてるとゴムのカバーがめくれてですね、むき出しになってそれで転倒すると思いました。やっぱりかっこいいな。これ小さい子供、小さい子供もいましたね。これかな、女性の方も、いました。さっきのだ。
甲冑競馬の時にもですね、こうコーナー、曲がりきれずにバランスを崩して転倒する方も、いましたね。馬もね、たくさん種類があって個性があっていいですね。じゃん。こんな感じでですね、今日は、暑い中雨降ってですね、みんな話、注意の人の話聞きながらですね、みんな伝統行事、どこどこの誰々さんの知り合いが走ってるとか、友達が走ってるとか出てるとか話していました。で、自分もこの馬の化粧回しかな、化粧回しっていうか、まあそういうのをこうバグ装着するのを手伝った、いろいろ準備があるみたいでですね、これを手伝ったとか、家族が出てるとか、いとこが、親戚が出てるという、話していましたね。で、カメラで写真を撮りながらでやってました。南大阪のこんばんは、欧州は馬ですね、こう走る馬もいれば大きな馬、かなりこれよりももっと大きい馬もいましたね。農耕用の馬なのかな、これもねかなり大きくてですね、かっこよかったですね。近くで見るとですね、こう筋肉と血管がですね浮き出てですね、やっぱり迫力ありましたね。行列と相馬の馬用の馬、よくわからないな。そしてですね、今日が2日目で、で明日もですね、相馬の野間掛けという、行事があるんですけれども、これはですね仕事がありますので、これは見に行くことがないので、後でですね YouTube を見て確認したいなと思っています。なんか馬捕まえるらしいでね、素手でね馬を捕まえるって、すごいな。はい、こんな感じですね。写真ね、もう本当はもう何百枚も撮ったけどね、準備が間に合わなくて、こんな感じです。はい、こんな感じですね。今日は、こんな感じですね。で、実際に思ったことはこういうのを、祭りに、見に行くとですね、皆さん、馬を見てですね、元気が出て拍手喝采で、地域の人たち、とてもですね、活性があって、みんな、よかったですね。乗馬女子に惚れたな、石鹸男さん、やっぱりですね、女子、女の子の写真もう一度出そう。この子かわいいね、じゃん、笑顔がかわいいね、色白でですね、かわいいですね。もう一人いたな。この子もかわいいね。他にもですね、女性の方たくさん、乗ってる方、女性の方たくさんいました。着物を着てる女性の方もいましたけれども、着物かな、この扮装してる女性の方もいましたね。はい、これは女の子だな。この、女性の方たくさんいましたよ。女性の方の参加者もたくさんいましたね。で、新規争奪戦で女性の方が、この新規を、争奪するこの方も、女性の方もいましたね。すごいな、ああいう、いっぱいいる中で女性の方もいるんだねとか、勇気のある方だなと
思って、みんな拍手喝采でしたね。すごいすごいと。やっぱりね、一番の印象は彼だね。彼のこの表情がですね、こうたまらんな、頑張るぞという感じでですね、一番この写真たくさん撮った写真でですね、この彼のこの頑張りというのがね、一番ね、この印象に残るね、この一生懸命さを伝わってきますね。なかなかいいですよ、こう馬に乗ってる、もちろんこのこういった、イベントができるのも、こういった地域の、ボランティアが多く参加していることで、協力者、盛り上げてくれる、こういった形で地域のこの協力者が多くいますので、こういったイベントに参加できるんですね。これからもまた、こういった馬もそうですけれども、その馬を、普段から飼育している、地域の人たちというのに、この祭りをサポートしている皆さんにですね、感謝ですね。今日はですね、もうそれを、思って、少しでもまた明日から一生懸命頑張ろうかなと、いつも、今日の、放送、やっていますね。今日の写真見ながらですね、またこの頑張っている皆さんいいなと、またみんなに力をね、出してるなという力を、感じますね。まあそんな感じですね。まあ頑張ってる、一番この頑張ってる感じですね。この表情がたまらない。暑かったですよ。午前中は暑かったんだけどね、このそう馬に乗ってかっこいいのもいますけどね。やっぱりこう彼だね。じゃこう風が強くてですね、この傾くのをね、必死な、バランスが崩れないようにしっかりと踏ん張ってですね、やってました。はい、まあそんな感じですね。今日も、はい、ではですね、今日もこんな感じで写真を中心に、やってますけれども、今日は電波の具合、音声の具合はどうだったかな。そしてですね、9時からですね、もちろん9時からですね、通常のボギーチャンネル、ありますので、で 10時から、拉致被害者全員奪還ツイキャスもありますので、皆さんこっちもですね、ぜひご視聴よろしくお願いいたします。宮城さんもそのうち乗ってみたら、あーもうぜひですね、この自分もですね、甲冑つけてですね、こう参加できるものなら参加したいですね。そしてですね、こうかっこいいところを見せてですね、誰かとこの君のために頑張ったよって、誰かに報告したいね。誰もいないけどね。まあそんな感じで、まあ仕事も頑張ってますけれども、婚活も頑張ろうかなと思います。はい、婚活、その女性の参加者はたくさんいたけど、写真撮るのもう足りないな。今度は、まあ女性の方ジロジロ見て写真撮るというのは迷惑なことなんでですね、そういうのは、やりませんでした。まあ3、はいはい、まあそんな感じですね。で、これからですね、9時からですね、ボギーさんの、キャスもありますので、その、皆さんご視聴よろしくお願いします。今日はこれぐらいで、よろしくお願いします。またですね、この福島の何かイベントがありましたら、また、写真を撮って、また皆さんに、福島のいいところ、レポートしたいなと思います。どうぞ、よろしくお願いします。はい、今夜もですね、ご視聴、石鹸男、2日連続ではありますけれども、石鹸男の、ツイキャス、放送、どうもご視聴ありがとうございました。9時から、ボギーチャンネルもどうぞよろしくお願いします。それでは、終了。はい、ありがとうございました。